えー、それでは、えー、明日、えー、11月22日日曜日リファーリア家で開催されますツエスト49旗揚げ13周年記念大会、えー、前日の、えー、タイトルマッチ、えー、2試合の会見を行わせていただきますまず、えー、フライ級暫定王者決定戦、えー、坂巻海斗選手と増田亮選手 両選手の会見を行わせていただきます、えー、本来、えー、今回は伊藤誠一郎選手と坂巻選手の、えー、タイトルマッチを予定しておりましたが伊藤選手の鎖骨骨折により、えー、今回、えー、試合が流れてしまったため、えー、このような形で暫定王者決定戦を行わせていただくことになりました、えー、またあの来年早々にですね、えー、大会、えー、このフライ級王者 をを決める統一戦行わせてていいたただきと思っおります今回、坂巻選手の対戦相手いろんな選手、我々実行委員会の方で選定をさせていただいたんですがその中で何人かピックアップさせていただいた選手の中から一番にですね試合をやりたいというアピールをしてくれた倉増田選手に今回、 試合をお願いすることになりました、えー、松田選手は本戦デビュー以降、えー、2試合、えー、KO8 という形であのー、結果を残している選手です、えー、まあセミファイナルということなんですが、えー、非常に熱い試合になると思います、えー、ここはあの年末にはえライジンさんというえ格闘技大会も行われます、えー、その大会まで勢いに乗るようなですね、えー、試合を 見せておみそかのアピールもしてもらえればと思っております以上となります総天塾の増田です今回あの急な試合のお話だったんですけれどもここで大きいチャンスを取ればあの一気に名前をあげれるチャンスだと思ったのでこの試合を受けさせていただきました坂巻選手とても強い選手だと思いますが僕も 打撃をやってきたその自信があるので、えー、熱い試合をしたいと思いますよろしくお願いします。ブレイブジムの坂間圭人です。まあそうですね今回伊藤選手と本当はメインでタイトルマッチということで試合する予定だったんですけどまあ、伊藤選手怪我で増田選手に変わってしまってで一回試合がなくなってもう。 今年はないかなと思ってたんですけど、増田選手が受けてくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです、まあ、13周年記念の大会に出られることをまず誇りに思って試合したいのと、まあ、挑戦者だったので、本当のチャンピオンに対しての挑戦者だったので、そこに恥じないような試合ができるように頑張りたいと思います。えー、本当に、あのー、短い間だったのので対策 というものは特にあの本当に練っていませんあの自分のできる限り自分の持っている技をできる限り出せるように練習してきたっていう感じです僕も毎試合毎試合対策を練って練習してきているわけではないので自分ができる動きをいつもして試合に臨んでいるので今回もそれは一緒で自分がやりたいことをやって試合を作っていければなと思いますで、まあ、3戦目でこんな大きい まあ舞台に呼んでいただいたっていうので,まあ何ですかねあの一気に名前が上がるチャンスだと本当に思いましたあのまあ遠回りせずに一気に駆け上がれるチャンスだと思うんであのぜひ受けたいというお話をさせていただきましたまあモチベーションは変わらずって形で試合をするということに対してのモチベーションは変わっていないのでまあ伊藤選手でも増田選手でも。 まあ他の選手だとしても自分がやるだけなのでもう,もうモチベーションとは関係なく戦いたいいいたなと思いますはい、えー、それでは続きまして、えー、今大会今大会メインで行われます、えー、バンタム級タイトルマッチ、えー、第2代王者柏崎剛選手の2度目のあーごめんなさい初めての防衛戦という形になります。えー 挑戦者者は現フェザー級王者、えー、加藤淳選手となりま,す、あのー、まあこういうダブルタイトルマッチというか、えー、王者同士の対戦というのはまあこの先も多分なかなかないと思いますあの ZEST の中であのそういったところも含め、まああのー、この両者の試合っていうのが、えー、また今後も行われる可能性あると思うんですが <laughs>、あのー、メインに ZEST13 周年にふさわしい試合になると。 えー、私は思っております。あのー、当日は長万引のお客さんが、えー、お越しになります。えー、非常に熱い試合を、えー、また、えー、先ほども言いましたが、えー、年末の、えー、ビッグイベントがあるということでそこにアピールするような、えー、試合を見せてもらえればなと思っております。あのー、非常に期待しております。あのー、自分自身も13年やってきた。 えー、ものの、まあ、あのー、形がですねあのー、何か見せればとあのー、お客さんも含め、えー、出ている選手そして、えー、まあ、この業界の関係者の皆さんにも、えー、ゼストっていうのは何なのかっていうものを見せているような試合を、えー、両者には、えー、期待したいと思っておりますキングダメリガイツの加藤です。えー ま13周年の記念大会でメインイベントを務めさせていただいて光栄ですまた今回でゼスト初の2階級制覇成し遂げるんでぜひ皆さん応援来てくださいお願いします、えー、K プレイス柏崎ですと5月に藤原選手からベルトを奪い取ってそこから半年後初防衛戦ということで この半年間本当に死ぬほど練習してきたんで、僕の今の強さを早くみんなにお見せしたいと思います。まあ今回テストの中では61.2キロ、2回目なんでもちろん2回目慣れて、まあうまくいきました。まあパワーも落ちず、スタミナも落ちず、ベストな状態だと思います。なんでまあフェザーの時と変わらない力で。 戦えると思うんでまあ倒し行きますいや特に変わんないですねなんか初防止戦のプレッシャーもいい意味で全然感じないで今ここに座ってるんで本当いつも通りぶっ飛ばすだけですあのぶっちゃけこういう形で メインイベントを任されるっていうのはすごく嫌なんですけど、ゼストを背負うって、僕が言ってる限り、そんなこと言ってらんないんで、明日はしっかり素晴らしいメインイベントお見せしますまあ、2個取ったら、まあ、ゼストだけじゃなくて、3個、4個、狙っていきたいなとは思ってます。僕は 多団体のベルトななんんか欲しくないんですよね僕は「ゼスト」を日本一の団体にしたいっていうだけなんで「ゼスト」が日本一になるんだったら「ライジン」だって出るしそうっすねい意味がない「他団体」への,あの出る。 願望っていうのはないです。僕はゼストを日本一の団体に作り上げます。